アイキャンフライ広島の真島秀樹、末竹太志です。今日は皆さんにほとばしるパッションお届けします。最近は至る所に神出鬼没のコンプリートチロ。今回はサルサラテンダンスの教室にお邪魔しました。老若男女問わず、教室いっぱいにほとばしるパッションはサルサダンスならでは。いつの間にやら心と体がホットホット。おっと、この後ろ姿どこかで見覚えが。そうです、シンガーソングライターのコーネル氏です。彼が奏でるラテンミュージックの原点はここにあり。さて、エリ先生、生徒の皆さん生き生きと踊ってらっしゃいますが、サルサダンスを始めるにあたって何かコツがあるんでしょうか？最初は難しいということで緊張したりできないってプレッシャーになるんですが、いつの間にか自然とどなたでも踊るようになっていて、そうしたら笑顔が増えて本当に楽しそうです。なるほど。では先生、ズバリサルサダンスの魅力とは？自分の殻を破って弾けて踊ることです。心と体の解放です。それでは最後に告知をお願いします。 NHK 文化センター広島教室のレッスン、どなた様でも初心者の方いっぱい踊ってるのでぜひ来てみてください。それから7月11日のイベント、ダンスが初めてっていう方もぜひご参加ください。お待ちしてます。カンプリート。